この動画では自分が所属している会社のウェブサイトに表示させる自分が管理している商品やサービスへのお問い合わせフォームを作成してみます Google ドライブの MyDrive の中に初めての Google アプリというフォルダを作成しその中に初めての Google フォームというフォルダを作成しさらにそのフォルダの中に新しい Google フォームのファイルを作成します 回答の内容を集計したスプレッドシートを作成する際も同じフォルダの中にファイルを管理できます Google ドライブの中に初めての Google アプリというフォルダと初めての Google フォームというフォルダを作成しそのフォルダの中にお問い合わせフォームというフォルダを作成します作成したフォルダをダブルクリックしてフォルダ内を表示して新規 フォームをククリックします,するとこのように「無題のフォーム」が作成されますこの動画で作成するフォームではこのようなことを想定していますこの動画のリンクにフォームの仕様をまとめていますこのようにタイトルフォームの説明質問といったフォームの内容を作成していきましょうまず「無題のフォーム」 と書かれているフォームのタイ仕様を,をまとめているシートから「フォーム名」のところをコピーして「フォームのタイトル」の部分に貼り付けます。「タイトル」を変更したら「無題のフォーム」の部分をクリックしてファイル名も変更しましょう。「仕様をまとめているシート」から「フォームの説明」の箇所をコピーして「フォームの説明」の箇所に貼り付けます。 設定ボタンをクリックし、メールアドレスを収集する、回答のコピーを作成、常に表示をクリックしましょう。すると、フォームの説明のすぐ下に、メールアドレスという質問項目が作成されます。ここから、フォームの質問内容を作成していきます。仕様をまとめているシートの上から順に作成していきましょう。仕様をまとめているシートから、 質問のタイトルをコピーし、はじめから作成されている質問のタイトルに貼り付けます。質問の形式を記述式に設定して、必須に設定します。新しく質問を作成し、質問のタイトルを仕様をまとめているシートからコピーして貼り付け、質問の形式を記述式に指定し、必須にします。 使用をまとめているシートから説明の箇所をコピーし質問の説明の箇所に貼り付けます新しく質問を作成し質問のタイトルを使用をまとめているシートからコピーして貼り付け質問の形式をラジオボタンに指定し選択肢を使用をまとめているシートからコピーして貼り付けを行うことで一気に作成します使用をまとめているシートから 説明の箇所をコピーし質問の説明の箇所に貼り付けます回答を必須にしましょう今作成したラジオボタンの質問項目の回答内容に応じて異なるセクションに分岐するように指定していきますセクションを追加をクリックして「無題のセクション」というセクションのタイトルを仕様をまとめているシートからコピーして貼り付け 変更します説明省略化の箇所も使用をまとめているシートからコピーして貼り付けましょうこのセクションの中に質問を作成していきます新しく質問を作成し質問のタイトルを使用をまとめているシートからコピーして貼り付けます質問の形式を「ラジオボタン」に指定し 選択肢を使用をまとめているシートからコピーして貼り付けを行うことで一気に作成します。回答を必須にしましょう。新しく質問を作成し、質問のタイトルを使用をまとめているシートからコピーして貼り付けます。質問の形式を段落に指定し、回答を必須にしましょう。セクションを追加をクリックして、 無題のセクションというセクションのタイトルを使用をまとめているシートからコピーして貼り付け変更します説明省略化の箇所も使用をまとめているシートからコピーして貼り付けましょうこのセクションの中に質問を作成していきます新しく質問を作成し質問のタイトルを使用をまとめているシートからコピーして貼り付けます質問の形式をラジオボタン に指定し、選択肢を使用をまとめているシートからコピーして貼り付けを行うことで一気に作成します回答を必須にしましょう新しく質問を作成し質問のタイトルを使用をまとめているシートからコピーして貼り付けます質問の形式を日付に指定し使用をまとめているシートから説明の箇所をコピーし 質問の説明に貼り付けます。新しく質問を作成し質問のタイトルを仕様をまとめているシートからコピーして貼り付けます質問の形式を段落に指定し回答を必須にしましょうもう一つ段落の質問を作成します新しく質問を作成し質問のタイトルを仕様をまとめているシートからコピーして貼り付けます 質問の形式を段落に指定し回答を必須にしましょう仕様をまとめているシートから説明の箇所をコピーし質問の説明に貼り付けますセクションを追加をクリックして無題のセクションというセクションのタイトルを仕様をまとめているシートからコピーして貼り付け変更します説明 省略化の箇所も使用をまとめているシートからコピーして貼り付けましょうこのセクションの中に質問を作成していきます新しく質問を作成し質問のタイトルを使用をまとめているシートからコピーして貼り付けます質問の形式を段落に指定し使用をまとめているシートから説明の箇所をコピーし質問の説明に貼ります 回答を必須にしましょう。ここまでで質問の作成は完了です。最後に送信画面となるセクションを作成します。セクションを追加をクリックし、セクションのタイトルを仕様をまとめているシートからコピーして貼り付け、変更します。説明、省略化の箇所も仕様をまとめているシートからコピーして貼り付けましょう。 ここまでの作成が完了したら最初のセクションに作成したお問い合わせ区分のラジオボタンの項目から回答内容に応じてセクションを切り替えるという設定をしますお問い合わせ区分の質問の中をクリックして点点点をクリックし回答に応じてセクションに移動をクリックしますこの質問の中に作成した選択肢 それぞれが選ばれた時次にどの選択肢の右側をクリックし対応するセクションに進むようにこのように一つずつ指定していきましょうお問い合わせ区分からの次のセクションの指定ができたらこれ以降のセクションが回答完了したらさらにその次にはどこに移動するのか というのを指定します。それぞれのセクションでの入力が完了したら最後のセクションを表示するというふうに指定したいと思います2つ目のセクションの一番下のところをクリックして最後のセクションに移動するように指定します同じように3つ目のセクションの一番下のところをクリックして最後のセクションへ移動するように指定します 4つ目のセクションでも同じように一番下のところから最後のセクションに移動するように指定しますセクションの中に配置している質問はセクション内で順序を入れ替えることができますまた別のセクションにセクションを超えて移動させることもできますセクション全体の順番を入れ替えることもできます質問の数が多くなってきたり セクションを複数作成してフォームが複雑になったときには必ずフォームの回答画面を確認して設計した通りに表示されるように確認しましょう。ここまでできたらデザインを変更します。テーマをカスタマイズをクリックしてヘッダーの画像をお好きなものに変更してください。 デザインの変更ができたら、画面上部の設定ボタンをクリックします。メールアドレスを収集するにチェック。回答のコピーを送信にチェック。常に表示を指定します。プレゼンテーションタブをクリックし、別の回答を送信するためのリンクを表示にチェック。確認メッセージ。 に使用をまとめている Google スプレッドシートから内容をコピーして貼り付けましょう。プレゼンテーションタブの確認メッセージにはフォームの最後に表示しているセクションの中の説明と同じ内容を入力しています。これでフォームの制作は完了です。作成したフォームへの回答を集計する Google スプレッドシートを作成します。Google フォームの編集画面から 回答タブをクリックし、スプレッドシートの作成をクリックします。新しいスプレッドシートを作成を指定して、作成ボタンをクリックします。するとこのように Google スプレッドシートのファイルが作成されます。この Google スプレッドシートに送信された回答が保存されることを確認しましょう。Google フォームの編集画面から画面上部にあるプレビューボタンをクリックします。 この回答画面から実際に回答を送信してみましょう。回答の送信を行う際、フォームを正しく作成できているかなど動作検証を行いましょう。ここでは必須として設定された項目すべてを入力し、お問い合わせ区分をそれぞれの項目で指定し、次へをクリックした時に正しく異なるセクションに分岐するのかというのを すべて確認してみましょう最後のセクションまで進んだら送信ボタンをクリックしますそして回答を集計する Google スプレッドシートのファイルを確認するとこのように回答が自動的に記録されていることがわかりますフォームへの回答が記録されたかどうかを 毎回毎回 Google スプレッドシートを見に行かないと確認できないというのは手間がかかりますフォームの内容が送信されたらその都度自分の Gmail に対してメールで通知が来るという設定をしてみましょうフォームの回答が記録される Google スプレッドシートのファイルからツール通知ルールをクリックして設定を行いますツールをクリックし 通知ルールをククリックします。通知ルールーの設定画面からユーザーがフォームを送信した時メールその都度を指定して保存をクリックしますとフォームが送信された時その都度メールを受信します一度設定した通知ルールを変更したり削除したい時はツール通知ルールから削除や変更ができます Google スプレッドシートに記録されたデータは Google スプレッドシートのさまざまな機能を使用して分析することができます Google スプレッドシートの活用について詳しく知りたい方はこの動画とは別の再生リストや電子書籍で Google スプレッドシートについて解説していますのでそちらをご参考ください作成したフォームのすべてのページの表示や動作の検証を完了したら フォームに回回答答して欲しししていい人がアクセスしやすす。方法で回答画面を共有しますこの動画で作ったフォームは自分が所属している会社へのお問い合わせや自分が管理している製品やサービスについてのお問い合わせフォームとして作成しましたので自社のウェブサイトのお問い合わせページに埋め込んだり Facebook や Twitter や Instagram や YouTube などの SNS アカウントのプロフィールにリンクを掲載するのが適切かと思います。フォームの編集画面から送信ボタンをクリックして HTML の埋め込みコードやフォームへのリンク URL を取得できます。最新のバージョンで Google Chrome を使用している場合はプレビュー画面から URL バーの右側にある こちらの QR コードのボタンをクリックすることで QR コードを生成できます回答してほしい人が回答しやすいような案内方法ができるよう工夫しましょうこの動画では Google フォームをお問い合わせフォームとして使用するためのさまざまな機能を体験しました会社や組織で運用しているシステムの改善要望を受け付けたり社内の備品の補充調達を要望するフォームなど さまざまな場面で応用できますのでぜひご活用ください。